バイクラの世界にいる謎。なんか書いてあるぞ。押しますよ。押すぞ。おどこ行った。電気があるわ。ここに行くかぜ。出ようぜ、出ようぜ。いや、出ようぜなんですけど、ほうこれ、あれですよ、スイッチがないと出られないやつですよ、これ。何？開けられない扉なんですよ、これ。正しくお肉で扉を殴ろうみたいな。ごめんなさい、僕ちょっとお肉減ってて、今食い物このゾンビ食うしかないんですけど、食っていいっすかね。私別に食べていいと思うよ。いいっすか。うん、食いますよ。嘘、マジ。うわ、食べてる。やっぱ悪臭漂う人みたいな。あ、でもちょっと僕の体力回復しつつあります。マジで、はい、っていうか扉開かんだな。開かないですね。まだなんかあんのかな。まだ謎があるということさ。探しましょうか。探そう。さっき柱になんかなかった。あ、これですか。何書いてる。ですね、4文字の答えを導き出せっていうのと、なんかマーク、なんかマークなのか画像なのかなんかですね。何や4文字の答え。なんか似たようなものを探す。この画像とですか。この画像と。なんだ、なんか額縁に。額縁じゃねえか。額縁、そのコップ。あ、あんちゃんなんかそこに似たようなやつ。それなんだ、スピーカーってこと。スピーカーっぽく見えますね。ただこのスピーカー多分 JBL とかのすげえいいやつですよ、多分。これも1200万とかする。高え。そんなの置いてないじゃないですか。ダメだ、そんな花瓶。花瓶、壁際に。ああ、これですか。額縁が。これ水が入ってる瓶ですね、これね。あ、すげえな、それ。要するに給水器、なんていうの。あ、ウォーターサーバー。ウォーターサーバー。やべえな。そういうことなんだ。再現度半端ねえ。探そう、何か手がかり。行ってないとことかあります。管理部の方も行ったしな。どっちかっていうとまだ しっかり見てないの、こっちの方じゃん。ていうかこの部屋何。セキュリティールーム。開かないんだ、ここ。ほう、チェストあるんですよね。本当や、開けたいな。ガラス越しに開けれないの。無理なんじゃないですか。そっか、残念。ちょっと試みますけど。あ、ダメです。え、そっちのさ、左の方のチェストって開けたっけ。開けたか。おー、開けたと思いますね。何さ、何これ、見てください、これ。何テーブル、テーブル。似てる。これじゃない、開けんのそれ。皆さん、開けますよ。開けて。ドン。なんか出てきた。なんだこれ。田んぼ、畑、野原。うまい。うまいけれども、はいはい、たわけは、はわ、ハゲ。はい、ダメ、はい、ダメ、はい、そのことはそれダメ。傷つく、二人とも傷つく。で、なんかそれだけでわかるんですかね。他にこの同じテーブルみたいなやつないんですか。真ん中の方にあった気がするな。真ん中の方。あ、皆さん、あ、明らかにあります。おお、2つぐらい目視してます。あるある。チェキラ、いきますよ。お、2つ目、ドン。出た、ベコエ。牛。ベコエ。そのなんですか、息子エみたいな感じ。なんだ。もう1つありますよ。ベノアじゃないよな。ベノアじゃないです。なんですか、ベノア。洗剤。レノアですよ。あ、レノアだった、間違え。あげますよ、こっち。はいはい、ラスト、ドン。カエ。ない。はい、たはのべこえかえ。高橋君、はい、この文字のそれぞれのカラーリングについて私はちょっと引っかかることがある。村井さん、リラックススペースにおけるそれの順番。先ほど僕たちが壊したやつですね。そうだ。元に戻してよかったですね。よかった。あの後ほっとかなくてよかった。よかった。この青、赤、緑、オレンジで読むとどうなんだ。反対側行こうか。反対側行きましょう。ダメだ。反対側行こう。何なんだ。頭おかしくなりそうだ。紫。紫が声かの。声かの。彼女の新しいなんか趣味。そんな感じなんですかね。サウンドオンリーの彼女。悪くない。チャットレディ的な。高橋君、俯瞰で見てみよう。俯瞰で。この上から。上から見てみようか。今度は私から見て縦読みで読んでみようか。ダメだ。皆さん全然わかんない。肩かってきた。諦めよう。ここで暮らそうか。ここで暮らしましょう。二人仲良く。なんか村井さん。なんだ。さっきのパターンしかないんですかね。エクストリーム。エクストリームか知らないですけど、今多分縦とか。うん、縦は試した。うわ、ロゴじゃん。これ。答え。探そう。どこだ。え、あ、あれか。どれ。現実世界におけるウォーターサーバー。あ、このウォーターサーバー、これじゃない。これなんですか。ち
ょっともうちょっと近づこうぜ。これ要するに触ってみます、ね、向こうぜ。あ、音だ。また音しましたね。聞いたぞ来たぞ来たぞ。多分出れるぞ。ドアだ、ドアの方行こう。あ、ボタン、ボタン見えるね、ボタン。ボタンあります、ね、聞いたいいっすか。行こう行こう行こう。あーい、ゴー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 、行け行け行け、ゴー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 、あげちゃいますよ。やったー、なんだこれ。うぅー、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、やめろ、やめてくれ。前からの世界で私は一人でどうしてゾンビどっか行ったし、あ、私はどうしたらいいんだ。呆然と立ち尽くす村井のもとへ現れる高橋。一体彼は何者なのか。開かないチェスト、深まる謎、武器を使いゾンビを倒すことはできるのか。次回、マックス村井シス。